はい皆様、こんにちは。テイクアイのシ c b スでございます。本日も動画をご視聴いただき、誠にありがとうございます、えー。22の秋冬アイテムも立ち上がり始めましたね、えー。早速ですね、たくさんのアイテムを購入させていただきましたので、今回は全9ルックですね。9、えー、ルックの、えー、紹介動画となっております。はい。まあ えっと、主にコモリー、オーラリー。あとは、えー、2つスニーカーを購入させていただきましたので、えー、お時間があれば、ぜひ、えー、最後まで見ていただけると幸いでございます。それでは、全9ルック、えー、ご紹介させていただこうと思っております。よろしくお願いします。はい、ではこちら1ルック目となっております。えー、1ルック目が、えー 上が小森シルクプローバーシャツでパンツが5ポケットブリーチデニムで靴がニューバランスとオーラリンのコラボまあニューバランス2002のコラボとなっておりますはい、まあ、全体的にこう夏っぽいような色味ですねまあ爽やかな色味のコーデとなっております で2リック目が、えー、先ほどの小森プローバーシャツに、えー、パンツがですね、えー、小森21エダムのブラックエクリューのベルテッドデニムパンツで靴がクラークスのワラビーとなっております、はいまあ、こちらベルテッドデニムがサイズ1ですねで先ほどのブリッチデニムがサイズ2ですまあほとんどですねシルエット変わらないんですけど気持ちこっちの方がすっきりして見えますね はい、あとはベリテッドデニムの方がこうテーパードがより効いて、まあ、少しこう何でしょう、まあ、上品な、えー、シルエットとなっております、はい、このシルクプロオーバーシャツはですねシルクで光沢感とドレープ感が素晴らしいですはい、はい、で3ルック目は、えー、小森シャツサックスストライプを、えー、使用したルックとなっております、えー、こちらですね小森シャツのサックスストライプは ストライプのピッチがかなり細かいため、まあ遠目から見るとほとんどストライプわからないですね。まあ本当に印象としては、えー、淡いサックスというのが一番、えー、しっくりくるかなと思います。まあサックスよりもこう映いた色味ですので、まあ幅広い年代の方に合わせやすいかなと思います。はい。で、サイズがですね、ちょっと今までの小りシャツよりなんか気持ち大きいような 気がしま,す、ねはい、まあ本当に小森シャツははいで続きまして4ルック目ですね、えー、4ルック目は、えー、パンツを、えー、小森ファイポケットデニムの、えー、ネイビーカラーに。 変更しました。こちらサイズ二ですね。はい。今期からまネイビーの色味がですね、ちょっと濃くなって、まあ、小森さんが今着たいネイビーだそうです。はい。まあ、今までの、えー、ネイビーよりもですね、濃くなったためより大人っぽい印象を、えー、まあ、受けるかなと思います。 個人的にこの組み合わせは結構お気に入りですね、まあ、落ち着いた感じのはいルックとなっておりますはいなんか靴を見せておりますねはい まあ靴下は無印ですねはい。で5ルック目がこちらですねまあシンプルにニューバランスをちょっと自慢したいだけのルックです。はい本当に僕あのー、僕はあんまり抽選とか当たらないタイプなんですけど、まあ、今回なんか抽選したら当たってしまってはい本当にニューバランス昔から高校生の頃から好きで1300。 買ったりとか、今も1400愛用しているので、まあ今回新しいニューバランスですね、迎えることができて、ましては大好きなオーラリーというブランドとのダブルネームですので、はい。こちらも、今後とも愛用していきたいなと考えております。ニューバランスは本当にもう、歩きやすいですよね。はい。もう誰しが認める歩きやすさです。はい。 はい、続きまして、6、ック目ですね。えー、上が、えー、小森の、えー、フットボールティー、えー、サイズ2で、下が、えー、シルク、ネップ、えー、ドロスングパンツサイズ1で、えー、靴が、えー、アディダスのサンバとウェルズ・ボナーのコラボとなっております。はい。まあ、えー、こちらですね、シューズが、まあ、ウェルズ・ボナーさんとのコラボで、まあ、中田圭介さんとかですね、アウアズ、 チャンネルの、えー、コウタさんも持っているのでですね、まあすごいなんか被ってて嬉しいなと思いますね。はい。<laughs> あのすごいこうシュッとしたフォルムの靴が自分大好きなので、こちらのサンバーですねかなりあの個人的に大好きなオットあカーメロですかね。はい。でナナルクエメが、えー、上が、えー、シルクネルのスキーパーシャツに、えー、変更しております。 こちら 21SS のベストバイですね。はい。シルクネルは本当にもう生地が、もう本当に何ですかね、小りらしい生地ですね。はい。こちらのドローストリングパンツも私欲しいですね。まあ、今期あの、出るらしいんでちょっと検討しております。はい。はい。最後8レック目ですね。8レック目はオーラリンのモヘアニットとなっております。 こちらも色味がですね、もう私、ルック見た時から、もう、ドストライクで、絶対に購入しようと決めていたものですね。はい。あの、ヘアニットは、えー、21AW のターコイズブルーを購入しているのですが、もう本当にお気に入りすぎて、今年色違いを買ってしまいました。もうヘアニット本当軽くて暖かいので、おすすめです。はい、以上いかがだったでしょうか ちょっと滑舌が私悪いため、まあ、聞き苦しかったと思いますが、えー、ご了承くださいませ、えー。次はですね、小森のブリッチデニムの動画を作ろうと思っております。はい。ですので、まあ、またお時間があれば、えー、見ていただけると幸いでございます。えー、最後までご視聴、本当にありがとうございました。失礼いたします。